皆さん、ボロコダデオの長岡です。はい、ということでですね、今日はですね、自分の物件ではなくてですね、ケンビアさんの YouTube をやってくれてる、いや違う、やらされてるクーカさんの物件に来てみた。イエイ、勝手に使って。はい、ということで、今日はですね、クーカさんの物件に来てみました。そして、キャメラマン兼物件のオーナー、クーカさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、見てる通り玄関なんですけど、物件の中、はい、見てっていいですか？どうぞ。勝手に案内して。もう勝手に、自分の家のように、ね。自分の家のようにね、当たり前になんかやっていきたいと思います。はい、ということで、ここ玄関で。これ、クーカさん。はい。何これ、まずね、もう板打ちっぱですよね。なるほど、これはもう壁紙貼り放題と。貼り放題。え、これでも買った時からこんな感じ？そうなんです、買った時からこんな感じなんですよ。全面貼ってない？そう、どこもかしこもこの家。どういうこと？前の人 DIY やだね。やろうとして多分途中でね、打ったはいいけど、はいはいはい、壁紙まで至らなかったっていう、ね、じゃあ元 DIY やの物件という感じで。長岡ウェイの長岡ウェイの適当な不動産投資。何入るとキッチンと。はい、キッチン。あ、いいじゃないですか。え、これ買ったまんまからこんな感じだった？いや、もうちょっと綺麗した。ちょっと片付けたんですよ。買ったの 1,2 週間前で。お、最近じゃん。そうなんですよ。最近買って。まだこの家のことあんまり分かってない。分かってねえ。分かってない。はい、もうさっさと。一体ここが何畳ぐらい？そうすると。ここ8畳ですかね。8畳ぐらいで。ダイニングキッチン、ね。ダイニングキッチンみたいなのがここにテーブル置いて。いろいろするっていう。そう、ロールガーデン。なんなんすかこれ。これぶつかっちゃいますけどこれ。本当だ。まだ下げたことなかったですね。初めて。なんか西日がね、なんか暑いって言ってましたね、前の住んでた人。なるほど。これ DIY でつけたんだよね。そうですね。ぜひ真似してくださいこれ。はい。そして給湯器もこれ新しくない？2021年。おお。勝手にまた。ほら。ブンブンいってるからこれ生きてますよ。そうですね。あ、いいじゃないですか。で、鍋とかもあって。そう、鍋開けていいですよ。じゃーん。やばい。金物をちょっと集めて売りに行くんですよ。いつでも売りに行けると。そう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 、近所にね、売りに行って。いりませんかっつって。クリップいりませんかっつって。クリップいりませんか。そんなんいるか。そんなやついるか。そうそう、鉄くずで売れるんですよ。なるほど、まとめといたってことね。はい、残地をちゃんと集めて金にする。そうですよ。なるほど、素晴らしいですね。そう、じゃあ他の部屋行ってみましょう。あ、これやっぱり廊下も同じように壁紙張り放題なんですね。張り放題。これ全面じゃん。そうだよ、廊下全部、うん、全部じゃん、すごそう、すごい DIY やね。ここまでやったのに、うん、力尽きちゃって。そっか、あとはもう貼るだけっていう。あと貼るだけ、ラッキー。ここは応接室ですかね。応接室というかだね。そう、ちょっとお、おしゃれ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 ですよね、シャンディーみたいな。なんかね、こうやって座ってミシオのテレフォンカードですかって。これ売りやつですよ。あ、iPhone もあるよ。何年前かな、ちょっとこれクーカのやつ？私のじゃないっす。あ、違うんだ。へー。あ、これ残地？これはもう売るやつです。へー、なるほどね。なるほど。あ、じゃないですか。なんすかそれ。これ歯磨き。オムロン。違う、パナソニック。昔使ってましたよ、私。あ、そうなんですか。じゃああげますよ、それ。いらねえわ。なんでおじさんが使ってたの？いや、奥さんかもしれないし。ナショナルのカットモード知ってるんですか？これ、俺こういうの持ってますよ。今、自分でカットしてる。髪はもちろん1000円カットで切ってますけど。それ前の時は DIY で。あ、自分でやってた。へえ。それか嫁さんにやってもらって、嫁さんに嫌な顔されながら嫌な顔されながらやってましたよ。へえ、なるほどね。ここも結構片付けたの？いや、ここ何もしてないですね。何もしない。もう、売り主さんがすごい片付けてくれて。カメラとかもあるじゃん。いや、これカメラじゃないんですよ。双眼鏡なんです。違ったね。でもなんかいろいろ出てきそうだね。もう漁ればね。あ、この双眼鏡だ。野鳥の会にすごかったな。はい。漫画本も。これ出てきたから。ハイカラさんが通るとか。どこや？有名なのこれ。女子漫画？女子漫画ですか？読んだことないんですけど。エッチなのは出てこなかった、エッチなの。まだ探してないですね。あったらじゃああげますよ。悪いね。無修正のやつ。そんなのあるかな。じゃあ次、行きますか。ちょっとね、怖い怖い怖い。何ブーンって落としたからさ。あ、そう、ちょっと熱いからつけた。熱いから、熱いからね、さすがです。そう、ちょっとレトロな扇風機。ここが一部屋、何畳ですかこれは。ここは8畳ですね。8畳か。
はい、こっちあのどうしてもね、ここの中もさあ、本当だ今知ったなんかもうこういう柄の感じでここもそうやん、ここも全部じゃん、ね、よかったね、壁紙貼り放題、いやもう貼らないな、ここまで来たら面倒くさい、すごいね、でもう一部屋これもさ、シーリングもさ、結構最新というか、いいやつだよね、いいやつですね、色が変わるのかな、はい、そうそうそう、やってみる、はい、えこれ映像で伝わんのかな ね、 だね、これ映像絶対伝わらないね、伝わらないですね、はい、じゃあここ違う映像差し込んでじゃあ、ビーさんセクシーショットね、セクシーショットはいいよちょっとなんかあるけど先生、これ何なのこれなんかね、外国のワインなんですけど、ワインってほらあんまり S と S と S とって書いてあるけど、どういう意味でしょうね、わかんない、なるほど、ワインだ、そう、ワイン温度管理大変だから多分飲めないと思うんですよ ね、 確かにね、そうだね、なるほど、ここがあって、で、まあこれもいいっすよ、開けても、めちゃめちゃでかくないこれ、そう、50、めっちゃ重いんですよ、これもう入居者プレゼントだ、あ、そうしようかな、ステージングにしたあげく、そうそうそう、いいじゃん、ビエラフル HD です、うん、あ、すごいね、そう置いてったから多分使えるんですよ、全然、で、廊下、はい、廊下、ピアノですか、これは、何だと思いますか、ピアノです違うかこれ足踏みの、ね、あれかミシンですね、そうだね、これ高くれんじゃない、でも売れる場所知らないで、欲しい人いたらじゃああげます、じゃあ欲しい人こちらまでウェイさんに DM してください俺か私ではなく、で、これがお風呂ですか、お風呂、ウェイさんの大好きなお風呂、いやこう床がね、深くかこれ何、最近までいる、めっちゃ楽しくない、そうなんですよ、実は2週間前まで住んでたんですよね、売り主さんは、あ、そうなの、はい、で、あ、お風呂にはタイルなんです、風呂綺麗じゃん、本当ですか、綺麗綺麗綺麗、ドン、おー、そうだこれね、あるあるね、このお年寄りというか、高齢者のあるある、年配の人とその娘さんが、いい感じ、やっぱ入るのね、これいい感じだいいよ、どうですか、気持ちいいですか、気持ちいいです気持ちです、ちょっとあれか、ね、カビというか、ここはちょっとやんないとかなって感じですね、なるほどね、でも、なんだっけ、これ乾燥機じゃなくて換気扇ですね、換気扇か、そう言葉が出ないじゃない換気扇がね、割と新しく、はい、隣がトイレ、トイレ我慢してください、そうそう、人感センサー的な感じ、いいっすよね、え、これ勝手に閉まるの、勝手、どうでしょう、あ、ボタンある、皆さんご覧ください、自分で閉めるんじゃないんかいおじさんみたいな口いや、おじさんですから大丈夫ですよで、閉まる、すごいね、これはもうお年寄りにはやっぱりこう、うんうん、こうやってやるのには大変ですから、うんうん、なるほどね、まあ近くでよく見るとめっちゃ虫が死んでるけど、まあそこは放っておきましょう、で、終わったら閉めるとじゃあ上に行きましょう、で、ここがもう2階が、2階はそんなリフォームしてないというか、そのまんまだね、そうですね、洋室2つですね、やってないしね、うん、お得意のリフォーム DIY してないそれか本当は2回やろうと思ったけど力尽きたパターンかもしれないね、かもしれないですね、エアコンもこれもちょっと古めだしね、はい、でもそれも動きました、なんとか、あ、本当に、はい、あとはこれがあれかな、ヤニなのかな、違う、ヤニじゃないか、これは多分もうヤニじゃないと思う、匂いはしないし、経年劣化でしょうね、ここは何畳ぐらい、ここは8畳です、はあ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 、そんなに傾きもないというかあれだね、うん、傾いてないですよね、うん、こっちは、うん、それかうちらが頭おかしいのか、あ、そっちかもしれないシャワールームあるじゃないですか、あ、どうぞ、暑いだろうけど暑いんで、ちょっとセクシーショットを、じゃあよいしょ、えちょっと、ちょっと、ちょっと、という感じで、これをよいしょ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 、あー、気持ちいいな、閉めちゃう、閉めちゃう、閉めるな、閉めるなはい、という感じでね、これシャワーではないですね、これ、なんですか、これは衣装回転、そしてチャックが壊したから、ごめん、いや、まあ、昭和買い取りですよ、じゃあこちらは、あ、もう一回買ったチャックがもうバカになってるから、なんだよし、これなよし
いう感じで、じゃあこれで空間物件終わりですか。実はもう一件あるんですよ。まさか前回の動画みたいに。そうなんですよ、2件同時に買ったんです。長岡への前押しでそれまさか隣なんですよ。うわー、完全長岡への真似してるじゃん。真似じゃないよ被害者の会じゃないですか。あ、確かに。ほんとすぐ隣なの。すぐ隣ですね。行ってみましょう、行ってみましょう、行ってみましょう、行ってみましょう。はい、ということで来ました。どこに来たんですか。隣の家です。なるほど、さっきの物件の隣。長岡ウェイの前回の動画の真似をしてそういう物件を買ったと。マネージャー、被害者の会と。まあ被害者の会ですね。感じですかね。なるほど、じゃあ隣の家ですね。はい。さっきより残地多くね。でもこまごましたものはこっちにちょっとぶち込んでますよ。あっちのこっちにやってるパターンね。はい。ちょっと持ってこようかなと思って。こっちは結構小ぶりな感じなのかな。そうですね。向こうの家よりは小さくて、うん、そして古いです。傾いてるね。傾いてるんですよね。なるほど。 で、お風呂、洗面所というかがあって、お風呂バラ釜です。です。なるほどなるほど、バラ釜いい感じですね。バラ釜があって愛細胞愛細胞、しかも3だからね。3番目だね。そう、結構傾きあるね。ね、傾きあるんですよ。へえ、キッチンか。あー、なるほどなるほど。で、これも古くない？もう死んでるでしょうね。最後にここ使ったのはいつかわかんないんで。そんな感じなんだ。はい、タイプですよ。ちっちゃくね、このサイズの割に。ね、単身者が住んでたのかな。あ、なるほどね。で、キッチンあって、部屋的には1階、今のあそこ1部屋、1部屋かな、1階は。で、ここ廊下か。はい、廊下があって、この2階もあるの。これ2階もありますよ。1階がこの1部屋か。はい、ここがトイレですね。あ、トイレ、トイレ、へぇ、チラッとだけトイレ切る。ドア弁よしき、よしきですよ。へぇ、どれどれ、うん、ああ、まあまあまあ普通というか。でもなんか位置的にこれ突っ込みたく、これ多分皆さんわかんないと思うけどなんか家の真ん中に置いてあるね。そう、家の真ん中なんですよね。面白いですよね。いろいろ諸事情があってあれなのかちょっとあれですけど、うん、なるほどね。はい、じゃあ上行きますか。あ、さっき言ってたから、その船長さんのあれ、そういう、そう、お船関係のものがね、多いんですよ、この家。なるほど。あ、すごい。え、船長グッズというか、本当に船長さんだったんだ。そうなんですよ。あと、いろんな、なんか船の火事とかも前あったんですけどね。あ、持ってかれちゃって。ここら辺そう、いっぱいいろんな、なんか金目のものが飾ってあったんですけど、日本の海なんだろうとか。きっとこの船たちに乗ってたんでしょうね。で、なんかステージングというそう、で、海外によくその船だからね、行ってたらしいんですけど。怖い。ヤシの実かな。すごいね、ヤシの、そうだね。海外でこういうなんか民芸品みたいなの買って帰ってくるのがなんか趣味だった、そうですよ。なるほどね。バリとか、はい、そういうあれかな、ね、インドネシアとかそういう系ですかね。で、なんかこれ本物の蝶々でできた。あ、なるほどね。で、船のこういうのあったりとかね。はい、あ、すごいね。うんうん。で、こっちもう一部屋。はい、そっちにもう一部屋。一部屋、これなんだろう、ちょっと一部屋と。おお、何何メイド、あれ。あ、これね。これ多分海外のお土産で買ってきたんですかね。絨毯、タペストリーなんですかね。ステージング、ステージングしようかな。なんか隠してるわけじゃないんだよね、これで。やめてください、お札とかあったら怖いな。ではない。これも、なるほど、こういう感じか。すごいですよね、多分。うん、すごいすごいすごい。あっちの家と違ってあれだね、あのDIY してないね。してないですね。まあ、こっちはあんまり住んでなかったみたいですよ。ここちょっとやってんじゃない、ここ。あ、本当だ。ここはちょっとやってる。ここね、人に貸してたらしいんですよね。そう、大家さんだったみたいで。あっちに住みながら、そうそう、こっちも貸してた。敷地内にみたいな感じか。そうですね、まあ、隣だし。もうほんとすぐでしょ、10秒、20秒ぐらい。まあ20秒あればって感じですね、隣だし。それ貸し屋にしてたんだね。そう、貸し屋にしてたみたいですよ。あ、ここも、
あれですよ、畳置いてますよ。ここ畳置かなくていいよね。なるほど、ね、で、これで終わりですか、2つ物件。まあこんなもんなんですけど、実はここ蔵というか倉庫が、ま、もう一個あるんですよ、ちゃんとした倉庫が。結構いろいろ買ってるね。ついてきたからね。なるほど、グリコのおまけ的な感じで。おまけみたいなもんですね。お前買うんだったらこれも買うよみたいな。そう、一緒にね。じゃあそっち行ってみたいと思います。はい、ということでね、3つ目蔵に来てみましたね。でもね、蔵って言うけど、まあ蔵じゃないよね、物置か、物置、倉庫みたいな感じですね。はい、行ってみたいと思います。おお、あ、なにこれ、そう、さっきの、あ、そう、そのよいしょ、よいしょ、お土産シリーズですね。はい、これはいっぱいあるんですね。おみ民芸品というかお土産の。お、でもなんか古いカメラとかもあるよ。うん、でも古いカメラ売れないでしょうけどね。古いカメラ在住、平成14年7月21日、5個。5個も入ってんの、うん、全然見てないの、こっち。見てない。わかんないですけど。カメラがいっぱい。でも元はすごく良かったんでしょうけどね。いやー、じゃあ売れるかな、どうだろう。売れるってことにして、置きましょう。うんうん、うわすごい、でもおしゃれげな、おしゃれだね。うん、じゃこれ、これつけて帰ろうかな。どうぞうわーすごい、おかしいでしょ。いや、あげますよ。これ系がいっぱいあるんだね。これ全部お面ですか。お面だよ、これも。ほら、うわ、怖い。引いとるやないか引いとるやないか、空間。こっちはちょっとあんま見てないですね。あ、見て、うん、見たくないな。ほら、あ、母さん、これかわいいじゃん。ヤックルじゃない、これ。ヤックルじゃん。ヤックル、久しぶり。これヤックルで売ろうか、うん、久しぶり。ヤックルさん、ヤックルさんいたりとか。そのだけトトロも出てくるのかな。あ、それは売れるかもしれない。あ、同じように、ほら、これヤックルじゃん。ヤックル、ヤックルとして。え、これ民芸品なんですね。ね、うん、なんかスポーツバイクみたいなのがあったりとか。これなんだろう、花瓶というか。あ、そうだね、うん、なるほどなるほど。これ上もあるの。そう、2階もありますよ、これ。あんま行きたくなさそうだよね。2階の前よくもあるのか。そう、タンスめちゃめちゃ長さもあるんですよ、ここんち。あ、そうなんだ。そう、着物がいっぱい入ってます。今も、今も、うーん、はい、見て見て見て、じゃあ、動物園みたいな。動物園いた、ステージングに。ガオー、すごい。これ子供と遊べるわ、こうやって動物園ごっこ。ゾウさん、ゾウだぞ、ゾウだぞ、ゾウだぞ。あー、食べちゃう。あー、やられた。俺も忘れちゃダメだぞ。木彫りだぞ、俺は。牛のなんか角みたいな。牛のこれ高いんじゃない。そしてカラスさんもセットで。あ、本当だ。どこの国のお土産なんでしょうね。中国なのかな。どうなの。中国なの。へえ。こんな感じでね、もうちょっと暑いんで下に行きたいと思います。それではエンディングにどうぞ。はい、長岡ウェイの、長岡ウェイの適当な不動産投資。起きてよ。すいません、ちょっとね、待ち時間がないで寝ちゃいました。はい、ということでエンディングでございます。はい、はい、今日は空花さんの物件を見せていただきました。空花さん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとね、いつもは長岡ウェイにね攻めてるじゃないですか、はい、空花が。今日はね、空花を攻めてやろうかなと。普段と逆な感じでちょっとインタビューとかね、ちょっと聞いてみたいと。攻めちゃおうかな。じゃあ、まあ最初にもう聞いちゃうと、はい、物件これ、はい、いくらだったんですか。あ、そこから行きます、ね、もう行こう、もう最初に行きたい。ここはですね、はいはいはい、全部含めて、全部っていうのはこの物件と、はい、さっき見た、そうですね、隣の貸し屋だった家と、あと倉庫というか、そうですね、倉庫と合わせて全部で40万です。全部で 40?これはネットですか。これは紹介でいただきました。まあ、じゃあ空間もつぶつぶの不動産屋がいると。まあ、ありがたいことに。そうですね、もう感謝です。じゃあ物件を紹介してもらって、紹介は何回目と。
あ、何個も紹介あるんですけど、買ったのは、うん、そこから買ったのは2軒目ですね、まだ。あ、なるほどね。はい、そうですね、空間はやばいやつだけどやばいやつじゃないなっていうのを認定されてまたパスが来たっていう。そうですね。期間的にどんぐらい空いた？あ、半年ぐらいですかね。なるほどね。その間ってちょくちょく連絡とか取ったらいい？ちょこっと。例えば、あ、シュークリーム送ったりとか。シュークリーム送ったりとか。シュークリーム送ったりとか。シュークリーム送らないですよね。送ってない。シュークリームじゃないものをね、たまに。シュークリーム送ってたら多分もうちょっと早かったかもしれないですね。まあ、客付けが終わったぐらいに次どうですかって。報告に行ったとかっていうなんか。あ、はい、報告して。買ってそのままじゃなくて報告に行った時に、はい、実はこんなありよ的なのを。そうですね。言われた感じ。なるほど。じゃやっぱり長上いつも言ってる感じですかね。そうですよ。ウェイさんのおかげですよ。まあ、でも言っても40万だけど、もしかしたらちょっとね、土地年のないとか評価のないところかなと思うんですけど、どうなんですか。こう意外にも評価高い方だと思います。うん、多分全部で土地と。的にはどんぐらいある？7坪とか、うん、まあ、土地広いんですよ。200坪あるんですよね。はい、かなり広いね。映ってないんですけど庭がちょっとねあって、そんな広いのがあって全部で土地建物込みで200坪ぐらい。そうです。で評価どんぐらいな、まあ、評価が1300万ぐらい。おい、勝ち組じゃないか。これからどうディスってやろうかなって思ったのに。じゃあ坪どんぐらい？5、6万とか、まあ、そう、6万ぐらいですね。ちょっと計算してないんで。あれなんですけど、はい、え、なるほどね。残地はどうするの？このままで貸す？いやー、ほとんど処分ですね。綺麗にすんの？綺麗にしますよ、誰かと違う。おー、やめて、やめて。そのまま貸すって何やらない。まあ、誰もやらんほうがいいんですけど。そのまま貸せるほどじゃないんで、ね。これは片付け残地は自分でやるの？あの今業者さん、あの、まず買い取り業者さんにいろいろ入ってもらっていて、はあはあはあ、買い取り業者持ってってくれるっていう、はい、そうなんですよ。知り合いの大家さんで、はいはいはい、インベスターエイチさんって人がいるんですけど、はい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 、その人も買い取り業者さんで、その人も今度来てくれる。それで儲かろうとしてんだろう。いやいやいや、もうただでいいよって言ってますよ。もうだからお金じゃなくても持ってってほしいみたいな。そうですね、もう減った方がいい。業者さんにも行ってもらいたいみたいな。ええー、もう、あ、じゃあそういう業者さんを、まあ、何個か入れてだったりっていう感じで、はい、でそれで全部終わったら自分で片付けるみたいな。残ったやつはもうあともういらないものなんで、うん、処分したり、そっか、欲しい人にあげたり。なるほど。じゃあその残地物撤去で例えば丸々30万とか50万の見積もりとか取ったわけではないのか。ないですね。で自分でとりあえずや、あの業者さん呼んでなくなったら自分でやろうみたいな。はい、そんな感じで。ゴリゴリの DIY やと。そんなでもないですけどね。いう感じで。なるほどね、はい、じゃあ残地全部なくなったらリフォームは？リフォーム、まあ、ちょっと直すところがあるので、まあ、壁紙貼ったり、壁紙どうしようかな、壁紙貼ったり塗ってもいいよね。あ、なるほどね。そうです。もう大工さんに見積もり来てもらうようにお願いしているんですよ。あ、もうしてんだ。はい。それでいくらとか、これからするんだ。これからまだ来てないんで、そう、床がふわふわしているところとか。なるほど、なるほど、うん、そっか、それでその後貸す感じだ。直してから、うん、貸し屋で、そう、貸し屋で貸すつもりです。で、いくらというか賃貸の、いくらで貸そうかなみたいな。この付近の相場で見たらやっぱ5万で行こうかなと思ってます。なるほど。なんでここ買ったんですか？ここエリアというか。ここ立地が良かったんですよ。まあいいんですよ。立地がいいっていうのは どういう、いや、新潟県のどこか。新潟県の中越エリア、はい、の某エリアで、駅から近いんだ。そうですね。駅からどんぐらいなの？歩いて5分ぐらいですね。で、立地もいいし、はい、他にも何か条件あったの？あ、まあ、あと中学校と高校が近くにあるのと、はい、まあ、駐車場は2台取れますし、うん、この近くに他にも物件持ってるんで、うん、本当に実はこっそり。じゃあそこがあったからここも買ったみたいな。そうです、なんとなく相場が分かる、需要はあるところなんで。あとさ、さっき見せてもらったんだけど結構綺麗やん。あんま空き家期間ない？実はまあ2週間前まで住んでたんですよ、売り主さんが。引っ越しするっていうの前提で、まあ、処分したいと。じゃあ直前まで住んでたから空き家期間5年とか10年じゃなくて、空き家期間もうだからもうすぐそのままライフライン使えるってことだよね。もうもう完璧になってますね。はい、本当に。あ、いいね、素晴らしいです。なるほどね。あと、そうね、あの自己資金で買った？それともまあ額と融資とかどうなの？これ自己資金40万で融資は使わないです。ここは自己資金で買いました。基本的にあと空間さん、あの融資とかあんま使わない感じ？そうですね、融資のまあちょっと属性が私そんなに良くないとか、ま、全く良くないんで、人様で
個人事業の人がまあ別でちょっと仕事してる、あ、そうですね、みたいな感じが、まあ、そうするとやっぱりまあ属性って言ったらあれだけど、旦那さんは働いてるよね、サラリーマンですよ。なるほど、夫はサラリーマンです。なるほどね。まあでも旦那さんの属性っていうよりはっていう感じは自分、そうですね、自分の自己資金ですね、働いてた時のとか貯めて。なるほど、じゃあ無理ない程度に、そうですね、っていう感じでレバレッジガンガンっていう感じではない、はい、レバレッジ、まあ、家庭内レバレッジで親から少し一番最初に借りましたね。何ですか。まあ、長岡ウェイさんと知り合ってからこうね、いろんな物件を買えるようになったので本当に感謝しています。そうなんですよ、感謝といえば長岡英二さんがこの前、はい、あの札幌セミナーに行った時にセミナーのスライドでちょっと一個出したネタがあったんですけど、おっきいあるあるで家を買いました、はい、そうすると田舎だとよくあるそういう気になるお姉さんたちが聞いてくると、ね、聞いてきますよね、はい、うん、ここでも聞かれたんですけど、長岡英二さんのそのねセミナーでやってたその授業の内容を生かして、うんうんうん、なんとかうまく切り抜けることができたんですけど、ウェイさんなんて言うんですっけ、ね、ここいくらで買ったのって。2億円です。2億円です。そう、それをね使わせてもらった。 そ, そうなんですよ、使ったの、あの、ま、近所の人 に,、はい、にここいくらで買ったの、誰にも言わないから教えてって言われたんですよ。本当にそのセミナーのあれの番組だった。いや本当、いやもう過去問出たみたいな感じ。過去問出たね。それで、あ、これは使えると思って2億円ですって言ったんですよ。そしたらそんなわけないでしょって。まあ本当はいくらなのみたいな。追撃してきた。そうなんですよ、ウェイさんそこまで教えてくれてなかったから。おー、そっか。しょうがないから、うん、2億4千万ですって言ったんですよ。宝くじエキゾジックジャパンみたいなわけだよね。それで、あの、まあ、釣り上げてさらに言ったら、まあ、そのおばさんも笑って郷ひろみじゃないって言って。ちょっと呆れてこいつやべえやつだなってあしらえたっていうことがありました。ウェイさんと郷ひろみさんのおかげで。おかしいだろ、おかしいだろ。ありがとうございました。なるほど、いや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 、セミナーのそれが役に立った。役に立ちましたね。そうですね、アドリブ力がやっぱ必要だったりしますね。なるほど、そっか、いろ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 空海に聞いてみたということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。適当な不動産投資。